これが欲しいんだよ。来ちゃおお前が欲しかった。連携20にして。よいしょ。物に貸し付け。知れ者が。ありがとう。対戦ありがとうございました。よいしょ。はげみつ。ウィーの皆さん、本日はこちら。ジェムオブフォーチュンのね、ロイヤルの対戦を見ていこうと思います。では行こう。じゃーん。ということで、対戦よろしくお願いします。ということで、ロイヤルの、ロイヤルのピックの方法なんですが、まあ、ジェムライトが3枚手札、初手にある状態がベストかなっていうぐらいで、大ヨロです。一つ、注意する点としては、基本的に 4PP 以上で動くのが基本になるので、1ターン目はパスします。で、2ターン目はジェムライト使って2ドローして、3ターン目に融合するかなぐらいの雰囲気、規模感でいきますね。で、いい感じにこういう風にやると、ジェムライトが今5枚溜まっているので、ここで初めてジェムライトを融合して、で、さらに引けなかったらクリスタルブライトでもう一回。おー、いいね。結構割と強いんだけど、ちょっと迷いどころだな。テンペストは多分いいか。よいしょ。序盤ではいらないと思うので、一旦戻して、かけめっ出して終わるな。次のターン、これが欲しかったんですよ。ブレイドライツの小隊長が欲しくて、今回は、ロイヤルで使う時のポイントとして、連携ロイヤルじゃなくて、進化ロイヤルで戦った方がめちゃめちゃ強いので、よいしょ。ブレイドライツとか、そういうね、ロイヤルのフォロワーには、勝手に進化してくれるフォロワーがいるので、そういうのを組み合わせていきましょうね。で、七からの生還を使って、このブレイドライツの小隊長と、竹光を回収して、あ、影光だ。影光を回収して、影光が連携中だったら、こっちも無料進化があるので、このコンボができるのがね、ロイヤルのちょっと利点かなっていう。で、戦金武装の大参謀でね、商人の鑑定で EP が回復できたりもするので、割と戦いやすいですね。うん。シエテがいるのが強いし。ほんで、次は、EP がまだ相手より多いので、もう一回、招待状使えるな。CCU。ああ、結びの時。よー。クリスタルで、一回だけ交換して、まあ、なかったらルミナスかな。あった。ゴールデンウォーリアーが結構強くて、ゴールデンウォーリアー進化させとくだけで、毎ターン勝手に連携が1溜まってるので、天気武装の大参謀で EP 回復しやすくなるんですよね。で本当は、重視の誓いで EP が、エンハンスサチで使うときに EP が2必要なんで、EP2 以下にはしたくないんですが、この、このロイヤルという構築だと。まあ、戦記武装の大参謀もいるし、よいしょ。EP 回復手段は結構、積み積みで入ってるので、そこまで困ってはないかなって感じ。盤面を取んなきゃいけないんだよな。隊長、任せてください。盤面を取んなきゃいけないんだよな。なんかいいの来て。いいの来て、いいの来て、いいの来て。悪くない。悪くないが、悪くはないが、ダイヤモンドパラディンね。ダイヤモンドパラディンで、ゼロにして、シャーキーン。モルスだよ。シャーキーン。さらに砕く。PP 回復して、まあ、ジェモン出してもよかったんですけど、ジェモンはちょっと温存しようかなっていう。ジェモンが、このバトル中に、ガヤ金貨を3枚以上加えていると、ガヤ金貨をプレイするたびに、相手のリーダーに1ダメージと、相手のフォロワーにダメージがあるので、それが強いんですな。で、まあ、今はこの、カットスローと相手は使ってるんですけど、絶対エンハンスキューで使った方が強いと思います、俺は。ああ、なに、獅子を。ああ、結びの時。よし、獅子を。ああ、結びの時。2点ぐらい足りないけど、まあ、いっか。リエスミスプルハード。バシン。
バシューン、バシューン、バシューン、よいしょ。このね、転生剣で全員進化するのが、この影道とのね、組み合わせとしてすごい強いんだよな。で、サムライドリーマーもいるし、よいしょー。何でも死ぬんだが、あ、盤面投げる手だわ。はい、やりでーしたー。結構強いよ、ロイヤル。ということで、2戦目を見に行きましょう。ということで、2戦目で最新よろしくお願いします。ネクロか。ネクロは何だろう。まあ、とりあえずこのまま手札交換せずに、先ほどと同じような序盤の動きでいいかなと思うんだけど、太陽でエース。優しい。挨拶を返してくれる人はいい人だ。よいしょ。まあ、2段目にジェムライト使って、かな。よいしょ。ワッピー。ああ、クリスタルバイト3枚か。ちょっと重いな。ウィーン。余裕で。得たー。めんどくせー。めんどくせー。これと進化時にね、1体破壊して2枚引くとかいう、めちゃめちゃずるい能力持ってんだよな。めんどくせー。うわー、クリスタルバイトが4枚割れます。なんてこった。あー悪くはないが、ソードコマンダーとタクシクスはいらない。あー、ケダガキラクリア欲しいな。だから他のやつを全部融合して。うわー、微妙。イザーウィタリー。ケダガキが強いんだけど、こいつがマジでいらないんだよ、いらないんだよな、今。あとはルミナスライスターが来てるのは連携活躍してるからありだね。文句はちょっといらないかな。ピンキンカードも微妙だね。落雷で、二面出して、ランサー進化しかないかな。進化したくないんだけどね。ワッピー。こいつ2枚出して2枚目が破壊されないとアクセラレートに使えないんだよな。めんどくさ。融合させちゃおうかな。ワッピー。リアリメイトやめてくれ。めんどくせー。めんどくさいんご。融合させちゃおうかな。演技文句もいらないし、お前ら全員じゃなくて、マラボロスとアルビダはリーサル要員になれるので、残しておきまーす。お、いいの聞いた。進化フォロワーがいると、進化する。で、よいしょ。1回ダメージが無効なフォロワーなので、盤面の火力をぴったりにしつつ、よ、無理に進化権を切らずに、重視の誓いが使えるような状況にしましょうね。次はガルドルかな。7ターン目にガルドルが使えるように、6ターン目にロジャー、6ターン目にロジャー打っときたいな。ロジャーで探し加えて、マルフォロスの無料進化の条件を満たせるようにしたいんで、終わり挑め。どっかへと沈めちゃうよ。これで盤面を取りしつつ、やう、一体残っちゃうのはしょうがないね。なんかいいの来てくれると嬉しいんだけど、全部欲しいんだよな。全部欲しいんだよな。あー、ないか。守護作って、こいつがね、割と便利ではある。弱いんだけどね。連携なので三あるので、まあ、ギリギリ耐えられるかなってくらい。耐えられなーい。ひどーい。痛い。でも4点顔に投げられなくてよかった。次7ターン目か。ガルドルかな。ガルドル進化殴りかな。これはちょっと重いんだけどね。英雄さんに期待する。よいしょ。次 8PP で、で英雄を聞けてると世界が変わるんで、これ出したけど必殺で取れるのは聞いてない。君強いね。君強いね。君強いね。強くない？強くない？あ。あー、ミントセランだ。なるほどね。かなり札割れっぽいな。何引いても微妙。あー、悪くない。国債が引けたので、国債を使って EP を回復して、アリアスカの無料進化を使えて、アリアスカは平成が出ると無料進化が出るので、無料進化させて、幕引きを
ターミナルレイボンを3コストにして 10pp でバルバロスの横に並べられるようにしたり、パイレスクリーンアルビダの連携を稼げる要因に使えるようにして、次リングの放出は強いんだよな。連携需要溜まってるので、バシューン、あれが欲しい、あれが欲しい、あれが欲しい。探偵札開けつつ、何も出すのにエンドだね。天下無双の武人が割と強いので、天下無双の割と武人をこの進化後能力の状態で出せるとマジで強いんで、それを狙っていきたいんだけど、それを狙っていきたいんだけど、ちょっと天札が揃ってないな。変身がマジで強い、変身がマジで強い。他人は不幸、世界は叫ぶ。何使おうかな。よっ、ハンドロー、よいしょ、いいの来い、いいの来い、いいの来い、いいのが出るよ。無人、無人な、微妙だな。ああ悪くない、悪くない。ハゲミツ、ああ結びの時だ。ルミナスナイス、連携を稼いで、連携と進化回数を稼いで、これで連携が、連携が19、あと1枚出せばいいので、ねえターミナルウェポン、わあ微妙だな。バリアントフェスターがマジでいらねえな、これさ。リクナのヒーローフォロワーのコストをマイナス0にするんだけど、ヒーローフォロワーで強いやつがいないので、ロイヤルにマジで邪魔なんだよなマジで邪魔なんだよな、こいつ。なんかいいの引いてちょうだい。ロジャーもういらねえな。ターミナルウェポンもしてて、あれが欲しいんだよな、あれ。あれが欲しいんだよ。あれが欲しいんだよ。来ちゃおう、お前が欲しかった。連携20にして、よいしょ。物に貸し付け、知れ者が。ありがとう、対戦、ありがとうございました。よいしょ、影光。やりでした。きちゃー、気持ちいい。やっぱレディーラなんだよな。ということで、レディーラを出してめちゃめちゃ気分が良くなっている男ミナです。3戦目です。ミラーだ。ミラーはね、ミラーはね、後攻有利なんですよね。なぜなら重視の誓いが、エンハンス8を使うのに EP が8必要だから。なので私は今超有利ですロイヤルミラーは高校芸なので、じっくり手札を補充していきましょうね。よし。いらん。1ターン目にジェムライトなどいらん。1ターン目にジェムライトから出てきてほしいフォロワーなんていらない。ない。なんかナイトランサーぐらいしかないけど、ナイトランサーも1ターン目に別に出したいわけじゃない。連携溜まってから横の、盤面のフォロワーをなんかいい感じに強くしたい。ビクトリーブレーダーいいね。キャットアドミラルいいね。ビクトリーブレーダーで連携稼いで、キャットアドミラルで、こいつが連携3を止められるので、進化時に。重視の力入れる。やったぜ。こいつだよ、こいつ。エンハンサーチで、チョイスではなく1体ずつ出す。自分の残り EP が2以上なら、それらは進化する。これを使わなきゃいけないんです、この実は。勝利は目前。この、それらは進化するの能力をちゃんと発揮できないと、ロイヤル勝てないので、これは温存だね。やったぜ。無駄な導入いらねえ。で、金ロイヤルフォローは1枚も入ってないんだよな。でももうこいつんだから。マジで弱いこのカード。アウトローガンナいらないかな。なんかいいの引いてください。なんかいいの引けますか。微妙、アウトローもいらないな。よいしょ。全部かな。よいしょ。リサリオウィン以外全部捨てて。ああ、悪くない。よいしょー、手札が溢れちゃうけど、まあいいや。よいしょ。これで、連携が3なので、次、まあ、1枚出して、連携7にして、うわー、微妙。うわー、でかーい。でかーい。全処理はちょっときついかな。無理だな。よし、諦めよう。もし諦めよう。連携を貯めることを優先しよう。大丈夫。この6点を残しても死ぬことはない。よいしょ。よく準備にゃ。よ。手札を交換して。
手札交換して、クリスタルブライトで全部融合して、次のターンなんかいい感じに動けるやつ。あ、アンバトラーいいね。モノクロのエンドゲームいいね。君が欲しかったんだよ。よいしょ。モノクロで全種類できるので、出た。よえー、無料かわいそう。進化時、自分のデッキのフォロワーが全てが兵士フォロワーなら、それら全てを2にする。スカイキャプテン、スカイキャプテンとかいう、このゲームで一番弱いカード出てる。かわいそう。モノクロだな。よいしょ。私は白のキング。我が忠誠は剥がれる。かっこいい。かっこいい。で、チーフランサーで1点上げて、綺麗に盤面を処理して、キシュー。この動き気持ちいい。こいつ演出がかっこいいんだよな。強いし。残ってると PP が延々回復してるからマジで強いんだよな。よいしょ。で、まだ盤面は、どうしようかな。EP は使えないので、EP が使えないので、EP を運動しなきゃいけないんだけど、微妙。いいね。ここで聞いて、ここで聞けたのいいよ。よいしょ、オクトリス残して。よいしょ。盗賊か。盗賊殴る。融合はできないか。オクトリスで、守護奪って、連携8で無料進化ができるので、よいしょ。活躍なさい。よいしょ。盤面を取るのを優先した方がいいかな。で、体力が減ってるフォロワーがいるので、相手のフォロワーに2ダメージ、相手のリーダーに2ダメージ。強い。このタイミングだと強いんだよな。序盤マジでいらねえ。序盤マジでいらねえ。で、次 8PP で PP が2あるので、女子が使えると。いいね。強いよ。成功できてるよ。空絶の残酷が融合するとワンドローできるので、強い。切り開こう、切り開こう。全回復で殴って、ランダムなフォロワーにダメージ。よいしょ。まあ残してもよかったけど、どうせランダムダメージで処理されるので、それだったら全処理するんでいいでしょう。よいしょ。マッピーワッピー。あ、パラディンか。ああ、なるほどね。パラディンで、攻撃力下げて、一回当たって。え？そっち？ああ、じゃあここで当たって、こいつで当たって、7にしてこいつで当たって、え？違うの？あ、違うんだ。っていうことはリーサルでは？やったー。あ、リーサルだ。ということで、対戦、ありがとうございましたー。重視の近い、はい、今日かっこいい。じゃーん。なんとびっくり3連勝。ウィビトミラです。4戦目です。またロイヤルだ。若干流行り気味ではあるかな。よいしょー。ワッピーということで、ゲームライトを回収して、ワッピッピー太陽路です。先行か、先行か。どうしようかな。感謝します。高校の方が強いんだよな、ロイヤルは。ロイヤルは高校の方が強いんですよね。ぴょ。見よ。クリスタルバレット3枚もらえねえ。バトラー欲しいな。なんかいいの引けますか。なんかいいの引けますか。ウートローガンダーはいらない。シガロの生還はいいね。あ、いい抜けた。スイープシェルパーが欲しいんだ。攻撃時、相手のフォロワー全てに1ダメージ。強ーい、強ーい。しかも次のターン、シシカの生還でもう一回回収して進化回数を稼ぐことができる。やっとぜ。バニーバロン、どのタイミングで使おうかな。バニーバロンは体力が本当は6以上のフォロワーに対して当てたいんだけど、シシカの生還先に使ってキーフラッサー出して、連携貯めて終わりかな。フェルパーを回収することで6ターン目にもう一回フェルパーが使えることができるぞ。マックスキューフィーシャー。よいしょ。
任せて。よいしょ。援護射撃はちなみにクソ弱いです。なぜかというと、最低クソ弱いから。まあここで必殺相手にバニバロで必殺与えられる前に倒してもいいんだけど、連携と進化回数で稼ぐのはさすがな。よいしょ。バニバロ出すと次のフォロワーが強制的にあれ V で操縦フォロワーになってしまってファファレが使えない時があるので、今のこの手札だと微妙なんだけどな。まあしょうがないか。君は一撃で倒さないとめんどくさいことになるんで、これで処理をする。しょうがない、これはもうしょうがない。レイディエル引いてるのいいね。終わらないから、ビクトリーブレーダーはいいね。ビクトリーブレーダーはいいんだけど、ああスイープシェルパーだな。ウィーン、スイープシェルパー使いねー。よいしょ。ルビーナース、ルビーナース HPP 回復して、無事無理か。恐縮です。俺バトラーかー、ちょっとアドソンだな。まあしょうがないね。進化回数を稼げたいんだよな。向こうの執行者レイディエルが進化回数7回だと相手のフォロワー全部消失することができるので、それがしたかったんだけど、これバルバロス進化切るしかないかな。よいしょ。エンハンスてか疾走が必要ではないのでエンハンスは切らずに、ジョフィーンで2ダメージ、マイナス2ダメージついてるのでこいつらでは殴らず終わり。ヒー EP がなくなっちまったんごね。ビッグブレも出すとか、いつ出すか、いつビッグブレを出すか。あーこれはスイープシルバーのターンでは、よいしょ、グイーン。あー神速か、EP がないと使えないんだよな、神速は。シャキーン、オークション、オークションは引いたカードがスペルだったらリーダーを回復することができます。強い。戦慄の解読機で手札を湧きつつ、次クリスタルバイトを引いた時に手札をいっぱいに引きまくれることができるかもしれないので、次やりたいことがあんまないんやな。ビッグブ、ビッグブレのターンかな、さすがに。よいしょ、上昇、俺の戦だ。よいしょ、マシューン。よいしょ。戻り回転流がもう解放技11になってて EP ないんでこれ使います。解放技11は一生たまんないんで。よいしょ、鶴見なされたい。あ次のターンまで待ってよかったな。まあいっか。次さ、新速急ブレ、新速撤、新速撤退、新速がやりたいんだよな。お取り切れないんじゃないの。全然見てなかったけど全然見てなかったけど、このな受けるダメージマイナス3が強いんだよな。大義のためにしゃー、降伏します。対戦ありがとうございました。思いのほか勝てたやつで、ということでラスト5戦目で最終的にお紹介します。よいしょ、ネメシスか。よいしょ、ここ勝ちてー、ここ勝ちてー、ここ勝って5勝してー、4勝だからもう4勝と5勝変わんないんだけど、5勝してー。はいやろー、はいやろー。よいしょ、ジェムライト使うーね。よいしょ、もう融合してクリスタルバイトが多すぎるんで、ここでクリスタルバイトでもう一回融合して1枚残しかな。で次のターンもう一回融合してなんか引き直しかな。ダイヤモンドパラディね。あーでも暁かな、次暁を先置きしてなんか潜伏出されてもう麗しき右を暁の無形の残党に打って全体 AOE かな。次のターン、次のターン4ターン 4PP4PP が
なんかいいね、しますか。あー、微妙。100千年まで一曲を。相手は結構削りやすいデッキだから、寺垣ラクリは残しておきたいんだよな。おー、よいしょ。三河犠牲になったのだ。犠牲の犠牲にな。シエテ来てんのいいね。シエテ来てんのは強いが。奉仕かな。恋しいね。すごいね。奉仕で3点の方に当たって、杯で回復して、全体処理して、もう潜伏はいいや。よいしょ。潜伏はどうでもいいんだけど。破滅の第二楽章。いけてる。それを最速で出されるのが一番怖いんだけどな。ただ、リアニメイトがなかったのが偉い。リアニメイトがなかったのでギリギリ耐えてるけど、いやー、これで、白の章か黒の章を破壊するためのカードを手元で温存しなきゃいけなくなったのがめんどくせえな。なんかいいの引けますか。なんかいいの引けますか。あー、テンペスト引けたのはいいね。フラッシュ右で、エオイしつつ、もう顔でしょ。早めに処理しなきゃいけないね。テンペストレイヤーがアミュレットを人と消滅させることができるので、白の章と黒の章は破壊されないけど消滅させるので、それを狙うために運動をしなきゃいけないんだけど、この手札だと間に合わないかな。この手札だとちょっと間に合わないかな。王位9か。ダイヤモンドパラディンかな。エステラーとダイヤモンドパラディン。よいしょ。おピー。微妙。やはり走り出さなかったってことは？ってことだ。まあ、V が出なかったので、めんどくさいね。ブリリアンシー。おピー。安全に取る。完全に取る。融合、なんかいいのください。なんかいいのください。横並べがいいです。微妙。横並べがいいです。横並べのいい感じのカード。ないー、ないー。くそー、君たち一番いらない。君たち一番いらない。いらねー。ヒロイックエントリーとか使えるタイミングがないんご。引くから抜いといてくれ。いつ使うんだ、あのカード。よいしょ。うえー、これが嫌だ。まずい。これを処理すると、白か黒のアーティファクトが出、白の章か黒の章が出てきてしまう。でもこれを処理しなきゃいけない。なんかいい感じの種類だ。なんかいい感じの種類だ。ないか？いけない！終わった。これ使いたくなかった。しかも電子処理ができない。マジ？君に守護があればな。君に守護か AOE がついてればこっちでよかったんだけどな。何これ。大事だった？大事だった？やめて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 ？あー、垂れてる。終わったー。7点ぴったり AOE。強い。くそー。回答は3枚ぐらいあったはずなんだけどね。1枚も引けなかった。大戦、ありがとうございました。強い。キャラーン。ということで、今回は4勝1敗。いい感じだ。今回の使い心地としては、やっぱり、クリスタルブライトに全突破しつつ、ジェムライトから引けるカードも、割と粒揃いなので、強くはあったけど、ミラーになった時は、要するに、ヒーローという属性を持っているカードを多く引いた方が負けみたいな、地獄の坊主めくりが始まるのが、このデッキの難点かなって感じ。まあでもね、まあ普通に4勝できるからぐらいのポテンシャルはありましたね。ということで、本日の動画はこのぐらいで終わろうかなと思います。毎日とこちらです。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもお願いします。まあ1時間、配信をするという企画、ビーナー指示もやっています。毎週木曜日夜の8時か10時ぐらいです。ということで、今日のお相手は、みんなでした。ちなみに、毎日投稿の内容としては、こんな感じ。
ということで、今日お相手はミーナでした。